皆さんこんにちは、モテ塾塾長のミガミックスです。前回からですね、またちょっと時間が空いて、もう本当に申し訳ないんですけれども、まあ、やっぱりね、このモテ師ともなると結構ね、デートにね、時間を割かれてしまって、まあ、動画がアップできなくて、なかなかね、講義が進まなくて、本当にここは申し訳ないと思ってますけれども、では続きの第8項ですね、やっていきたいと思います。今日は2月の14日、まずはちょっと予定から確認していきましょう。もう予定すら忘れたっていう。28日が護道さんと図書館デートで、3月の後半、これは星川さんと中央公園デートを入れたので、で前回がさつき先輩と植物園。もう前回どこ行ったかもね、忘れてるからね。龍光寺さんで、柳さんっていう感じか。ってことは、3月に1回柳さんをデートに誘いましょう。で今日は星川さんとデートだけど、デートに行く前に別の女の子をデートに誘うっていうね。もう終わってるなこいつ。いやでもね、モテ師ともなると本当にね、それくらいのことをしないとね、回らないんですよ日常が。ありゃこれからすぐお出かけなの、ご用は何？マジか、柳さんも別の男の子と遊ぶのかな。じゃあテスト明けの3月14日ここにしましょう。まあホワイトデーですね。でどこに行ったかはちょっとメモってあるんで、柳さんはショッピングのブティックとアミューズメントの、ビデオコーナーに行ってますと。であとそうすると行けるところとすれば、あ、カラオケとかね、絶対好きでしょ。カラオケに誘おう。よかったら来月の14日にカラオケに行かない？うん、いいよ。お、即答だな。それじゃあ14日にカラオケで待ち合わせと。はーい、了解です。楽しみにしてるね。遅れずに行くよ。それじゃあ、やった、楽しみだな。まあ楽しみは楽しみであるけど、女性とねカラオケって結構緊張もしますよね。まあ何回か行ってればまあそれはいいんだけど、まず最初にどっちが歌うみたいな。まあ大体それは男が最初に歌うんですけど、とりあえずそれは置いておいて、今日は星川さんとデートと。待ち合わせ場所は、バス停か図書館がどっちかって言われたら、そう、あの水族館は外に出るんで、その水族館直に待ち合わせっていう感じじゃなくてバス停とかなんですよね。星川さん遅いなと、まあ、これはね毎回毎回見てるんで、サクサクサクっとやっちゃいます。で遅れた理由とかも毎回一緒なんで。でもうん、ありがとう。こいつらは本当に時間通り来ることがないからね。今日は室内水槽を見ようかと。私水族館好きなんだ、今日は楽しみだよ。星川さんは水族館が好き。こういうね、何気ない会話から女の子の好みを探ると。ねえ見て見て、この熱帯魚かわいいよ。熱帯魚か、本当だかわいいね。あっちの魚もかわいいよ。魚は見た目じゃないよって。じゃあ魚は何なんだよ。ここはまあ普通に同意しておきましょう。本当だかわいいねと。もうどうしたらこんなにかわいくなるんだろう。まあここでね、星川さんもかわいいよと一言言ってあげればバッチリいい印象なんだけど、まあ言わないから割といい印象だね。なんかね、今日はすごく楽しかった、また誘ってね。きっとだよ、うん、まあまた誘うよ。それじゃまたね、バイバイ。バイバイ。じゃあ、2月の15、バッテリーは1つだけなので、まあ一応取っておきましょう。どうしようかな。運動をちょっと上げていきますか。バイオリズムは最高潮なんで。ああ、多芸万能全能とめっちゃ発動すんな。うわ、マラソン大会か。高校のマラソン大会とかさ、結構走らされるんだよね。うちの高校はね、10キロでした、10キロ。どうしようかなと。参加するサボるとか。まあ参加しましょう。普通に本当はしたくないけど。ユウ、お前も参加するのか。手は抜かないからな。まあただしは早そうだからな。そうこなくっちゃ。まあそう急ぐなよ。最初は女子から走るみたいだぞ。なるほど、女子から走ると。
あ、女子が帰ってきたぞ。さつき先輩、お帰りなさい。すごいですね、運動部以外じゃ、トップだと思いますよ。本当？風が気持ちよくてつい夢中で走っただけなのよ。それでこの成績か。さつき先輩ってすごいな。まあ確かにね。で、星川さんと。やっとゴール。おかえり、ちゃんと完走できたんだね。順位は真ん中よりちょい下くらいかな。そんなに運動できる方じゃないからな。まあ確かにね、星川さんはでも運動っていう感じではないからね。よし、来年はもっと上を目指すぞ。運動が得意でもなく苦手でもなく、星川さんらしいといえばらしいけど、成長性は一番あるのかなと。まあ、星川さんはね、確かに伸びるんですよ。伸びしろがすごいっすね。あ、おかえり、息が上がってるみたいだけど大丈夫？数えた方が早い順位だったよ。花木さんはね、もう見た感じ運動できそうではないですからね。ありがとう。一番もすごいけど、途中でめげないことの方もすごいと思うぞと。大人だよなこいつ、もう感想が。うんせうんせと。こうしてマラソン大会は終了した。ちなみに自分の順位はだいぶ良かった。で、21日、今日は特に何もない。電話をかけておきますか。とりあえず、ただしに電話をしよう。男同士ってあんまりね、喋んないと思うんだけど、みんなどうすかね。ワンダーとかね、電話で喋んないっすね、全然。電話しようとかそういうの全くないですから。まあ LINE でのやり取りはねあるんですけど、そこちょっとね、今 PSP なんですけど、だいぶ古くてね、こう十字キーだかそのスティックだかがねバグるんですよ。でペチ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 みたいな感じになっちゃうんですけど、今日は寝よう。で、今週はじゃあ理系をやりますか。なぜ俺が理系をやっていたと知っている。星川さんはちょっとストーカー疑惑が出てきたな。俺のことをストーカーしているんじゃないか。今日は28日のデート、護道さんと図書館ですね。図書館か、あんまり行きたくないな。図書館でだって何すんの。それじゃあ図書館で護道さんを待とう。場所は絶対間違えてないので大丈夫です。さすがにね、ここら辺は間違いないですよ。護道さんはね、人にね、遅れたら罰金だよって言ってくるのに、自分は罰金払わないっていうね。何よ。今日はどんな本を読もうかな。図書館って何があるの。さ、行くわよ。護道さん決めてあるんだ。気合い入ってるな。あんたはどんな本が好きなの。ギグ、あるね、あるね。漫画かな。俺はもうこの中からいくと、こんなかどころか、そもそも漫画しか読まないですから。まあでも、護道さんからすると、推理小説かライトノベルだな。どっちだろうな。推理小説にしてみますか。お、いいね。私も古典の推理小説とか最近読んでるの。古典の推理小説って何。なんで古典なの。割といい印象を与えたみたい。あ、いいね、いいね。今日は楽しかったな。まあ口からの出任せだけどね、今のは。期待してるから。じゃあバイバイ、またね。いや、図書館デートってマジで何したの。本読んで終わりじゃん。特にさ、この後喫茶店に行くわけでもなく、ちょっとあれの調子が悪いな。だいぶカチャ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 ってなっちゃって、申し訳ないけど、これどっちが悪いんだ、コントローラーかスティッカーのどっちかなんですよね。
3月に入ったんで4月の予定が決められるんですけど、柳さん、星川さん、龍光寺さんをちょっと誘いますか。龍光寺さんに電話をしましょうと。よう、私に何か用か。まあデートのお誘いですね。もう俺が電話かけるときはデートのお誘いだと。ここまで春休み、春休み中に行っときますか。で、龍光寺さんは、まあ、アミューズメントスポットしか行ってないので、どこに行こうかね。カラオケ、スタジアムとか何やってたっけな、ちょっとチェックしてなかったな。カラオケも好きそう。うん、歌うか、ちょっとわかんねえな。てか、どこが好みなんだかさっぱりわからん。まあ、郊外はね、まだ早いと思うんだよね。中央公園周辺はな、ちょっと静かな場所しかないからな。植物園とかどうなの？で確かね、美術はね結構好きなんですよね。実はコンサートもな、ポップとかだとな楽しんでくれそうな気はするけど、今もうチェックできないよね。こっから先は、あ、そうだよな、4日にして図書館とか絶対行かなそうだし、じゃあ一応ショッピングに誘ってみる。ショッピングもな、どうなんだろう。来月の4日ショッピングに行かないと。悪い。おお、その日は無理だな。完全に断られたな。じゃあ断られちゃったので、柳さんは誘った。さつき先輩を誘いましょう。もうさつき先輩とかね、龍光寺さんとか、結構忙しい人ですからね。あら、どうしたの？学校の用事かしら？いや、学校の用事ではないんだけどね。じゃあ同じく4日と。春休み中に、さつき先輩はショッピングの雑貨と美術館、行ったので、あ、結局映画とかチェックしてなかったな。少し遠出する？動物園とかどう？そうね、その日の予定は戦略がある。戦略があるのか。本当にごめんなさい。マジか。残念だな。結局バッテリーを消耗して終わったな。ちょっと今日は日が悪いんで別の日に電話しましょう。3月1日。体調がちょっと微妙な感じだな。寝とこう。テスト前だけど勉強しないっていう。お小遣いは22リッチと。五道さんの誕生日、プレゼントはしておきましょう。中世詩人大全、高校生用漢字ドリルって何？嫌がらせでしょ。でも一応ね、お金かけるもんなんで、喜ばれることは喜ばれるんですよ。まあ、中世の詩人大全を買っておきましょう。でもさ、詩人って言ってもさ、相手がさ、どんな詩人が好きなのかっていうのを把握しとかないとね、いけないですからね。誕生日おめでとう、これプレゼントだよと。私に？わざわざ悪いわね。ありがとう。開けてもいいかな？でもさ、詩人大全って結構重たいよね、多分。いいの？こんなのもらっちゃって。これは素直に嬉しいよ。ありがとう。そんなに喜んでくれるなんて、プレゼントしてよかったな。あ、龍光寺さん、一応誘ってみる？あ、龍光寺さんだ。一緒に帰ろうと誘う。うわ、龍光寺さんを誘うのか。かなりレベル高いな。なんだ、お前か。そっけない。よかったら一緒に帰らない？まあ、いいんじゃないか。おお、よかった。いや、俺もガラスのハートだからね、断られたらね、立ち直れないよ。そういえばもうすぐ期末テストだね。まあ、適当にやるよ、私はね。お前は？いや、俺頑張るよ。俺？うん、ダメそうかなって、なんで？点数なんて気にしなければいいじゃないか。人間の価値は点数じゃないよ。そうだそうだ。ジーン、いいこと言うな。ありがとう、元気出たよ。でもまあ、勉強以外で誇れることがあればだけどな。厳しいな。いや、ちなみに俺めちゃくちゃパラメーター高いからね、何でもできるよ。3月の7日、
んー、テスト前なんで最後にじゃあ文系を勉強しますか。ちょっと文系に行けないんだけどこれどっちだこれ。文系文系、めっちゃ上がったな。で期末試験と英語学バッチリだ。ほらね、数学、数学もいけるでしょ。で理科バッチリ、で社会バッチリ、美術、おー全部バッチリだ。すげえな。なんだか今日は学校全体が甘ったるい感じだな。そりゃそうだろう、今日は前倒しホワイトデーだからな。あ、ただしお前もちゃんと準備してきたんだろ。まあね。ただしは俺はチョコ受け取ってないからな、誰もいないな。ドライだな。そっか。ところで学ぶは、学ぶって結局もらえたの。まああそこにいるけど。見るな、そんな目で俺を見るな。どうせ俺はホワイトデー予算全部来年に繰り越した。悪いか。あ、一応繰り越すんだねてか学ぶは1個ももらえなかったのか。てか俺もさ1個しかもらえなかったけどね。誰もそんなこと言ってないだろうといや確かにね、ホワイトデーもね魔の日でしたからね。特に何も返すものはなく終わるっていう。実は1個だけ特別なのを用意したんだ。誰に渡そうかな。星川さんしか渡せねえし、星川さんにしかもらってないから星川さんしか返せないっていう。自分からは渡せないんだね。あ、いたいた、これこの間のチョコのお返しだよ。はい、ありがとう。家に帰ったら早速食べようっと。さすが女の子、甘いものが好きなんだな。じゃあちょっとまた電話をして、龍子寺さん誘いましょうと。その前にちょっと待って、メルマガを読んで、スタジアム3月から5月がサッカー、コンサートが J-POP、 J-POP いいね、メタルスネーク、お花見があって、あ、ボーリングができるのか。でナイトパレードもやると。そうだな、ちょっと、でもさ2人でコンサートって仲良くならないといかないよね。映画か、まあ、映画とかだったら無難だけど、メタルスネークアクション系か、どうなんだろうな。サッカー、うーん、映画に誘ってみるか。龍光寺さんと、まあ、静かなものよりはよ、私に何かアクション系とかの方が好きそうだから、4月の、まあ、11にしよう。4日を断られたから、映画館どうだ。悪い、おー、その日は無理だ。あれ、明日、ちょっと待って明日なら空いてるけど。明日っていつ。ホワイトデーが来て、いや明日は無理でしょ、空いてないよこれ。多分空いてないと思うんだけど。あ、いや空いてないよね、ちょっとわかんねえ。そうか、それじゃ仕方ないな。じゃあまたな。残念だな。だってホワイトデーが来て、てか前倒しが来て、ホワイトデーにデートするっていう予定だからね。どうする。じゃあちょっとさつき先輩誘う。さつき先輩サッカーとか見なそうだからな。 J-POP っていう感じでもないからね。メタルスネークか。今日はどうしたの、相談なら話を聞くわよ。そういう系よりはまあ普通に誘いますか。11日、あ違う、明日は大丈夫だったもん。コンサートがあれだから美術館、美術館って行かなかったっけ、そういえば。そうね。その日の予定は。戦略があるのか。結局今月は何にも誘えずに終わったな。いやこの二人がマジきついわ。あそうだよね、今日13だもんね。大丈夫だよ、明日予定があるよ。寝ておこう自分の予定も全然把握できてねえな。今日は柳さんとカラオケと。カラオケ現地集合か。いやこれも場所は間違えてないんで大丈夫ですね。おお、春らしい服になってるね。また
あれ、柳さんの言い訳って聞いたっけ？それが、家を出るときにお客さんが来ちゃって、一生懸命走ってきたんだけど、間に合わなかった。いや、まあ一言さ、連絡くれれば別にいいけどね。優しいね。許してくれる？うん、これはまあでも確か見た気がするな。ありがとう。走ってきてカラオケか、結構ハードだよね。今日はガンガン歌っちゃおう。よし、中に入ろう。歌うのってすっごく楽しいよね。うん、まあ別に歌うのは全然好きですからね。あまり楽しくないよとか。じゃあ誘うなよっていう。デュエットがいいな。結構攻めるね。攻めようか、ここは。デュエットがいいな。いいね。お、それじゃあ次は一緒に歌おうか。はい、マイク。おお、バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。最高だったよ。また行きたいな。まあ、カラオケとかだったらね、何回も全然行ってもいいとは思うんですけど、まあただ縛りがあるんでね、もうカラオケには行けないからね、柳さんとは。で、容姿をちょっと鍛えておくか、ここは。まあまあの時に。あ、試験結果。学ぶは相変わらずな。龍光寺さん、そう、めっちゃ頭いいんすよ。25位。で、男子 B、女子 B。で、俺が38位。護道さんが43位。星川さん66位と。女子 A。で、大橋くんが94位。宮子が99、柳さん111の、ただしが114で、女子 C、男子 C という感じか。よっ、まだ俺には勝てんな。くそ、それでも俺よりは高いけどな。テスト結果見たよ。すごいね、びっくりしちゃったよ。そうだね、こうやって声をかけてもらえるために勉強してたからね。きっとまぐれだと思うよ。ここは謙遜しておきましょう。そんな、ご謙遜ご謙遜。バレてる。次は私も負けないよ。俺だって負けないぞ。いやー、テスト結果がいいとね、こういう会話もできますからね。あれ、あそこにいるのは星川さんじゃないか。星川さん、伝説の木を見てたの？うん、卒業式の日にこの木の下で結ばれた恋人同士は永遠に幸せになれるって。この伝説って本当なのかな。本当かどうかはちょっとわからないよね。そりゃそうだろ。そうだよね。でもなんかね、素敵な伝説だなって思うんだ。もし本当じゃなくても。こういう伝説ってさ、ね、誰が流すんだろうね。行こっか。この木の下で二人っきりでいたら告白してるって思われちゃうもんね。ほらほら、早く逃げろなんてね。伝説の木か、本当のところよくわからないよな。もうそりゃね、伝説だからね。おお、2回しくじった。逃げられたからか。今日は卒業式だ。今の3年生に知り合いはいないけど、後輩として見送らないとな。体育館でやると。そうか、もう1年経ったか。いい卒業式だったな。よ、卒業式無事に終わったな。ああ、そういや、お前告白とかするのか。告白？ほら、伝説の木の話だよ。ああ、あの伝説って自分が卒業するときにって意味じゃないのか。ああ、そういやそうなのかもな。正直よくわからんよな。うん、そうなんだよな。お前ら、そういうことは告白する相手を見つけてから考えろよ。告白する相手か。まあいるにはいるけどね、伝説の木とかはないからね。俺もね、結構ね、ムードはこだわるんで、まあそれなりのところでね、告白はしました。で、一応ね、他の女性陣に
ちょっといやこういうところで告白したよってこう言ったら、へえすごいみたいな感じではね言われたんで、まあそんな感じです。今日は21日日曜なんで休みが続くね。一回寝て、で容姿を一回やって、お芸術のひらめき、そこから、運動をしよう。よしよしよし、どんどん発動してくるね。今日から春休み、春休みに入るのってこんな遅かったっけ。3月28日。まあいいや、今日は星川さんと中央公園と。先の予定が全然入ってねえな。めっちゃ断られたかんな。よし時間通り、桜だ。おー星川さんいいね。翔くん、そして翔くんと呼んでくれる。やっぱり名前で呼んでもらいたいよな。今なら桜も満開だろうね。綺麗だろうな。そうだね、この時期にしか見られないからしっかり心に焼き付けておかなきゃね。てか桜の花びらがめっちゃ舞ってるな。桜が綺麗だね。うわー桜吹雪だ。いや確かにこれだけ桜があると。ちょっと風が強いけどなんかロマンチックだね。そうだね。お、女の子が泣いている。あれ、あの子どうしたのかな。ねえどうしたの。あのね、風船がね木に引っかかっちゃったの。あ、本当だ。ちょっと待ってて、ね、どこで風船売ってたんだ。ねえちょっと来て。え、うん、ほら早く。え、何が？何がって、肩車しないと届かないよ。ほら、早く。マジか、肩車できるかな。え、いいの？やったぜ。あ、もうちょっと右。うん、そのまま、そのまま。肩車するってことは、少なくとも足には触るってことでしょ？届きそうで、届かないよ。いやでも外で肩車って結構怖くないか？ああ、もう少し。ああ、完全に変質者だな。取れた、取れたよ。はい、風船。よく割れなかったな。ありがとう、お姉ちゃん。星川さん結構スカート短いね。そして。どういたしまして。それを肩車したのか。絶対スカートの中見えたな。そうだ。今度は飛ばさないようにお手手に結んでおいてあげるね。うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。子供のために一生懸命だったんだな。それに比べて俺の煩悩と来たら、あのミニスカ、あの太もも。いやまあ確かにね。めでたしめでたし。あれ、どうしたの？え、いや別によかったなーって。そうだな、あの子供には感謝しとかないとな。あとで飴でも買ってやるか。うん、よかったよかった。あの子も喜んでくれてたしね。くされ俺の煩悩。いやでも肩車できるだけのね力がないとね。あ、電話だ。誰だろう。もしもし。俺だ。先生。あ、先生どうしたんですか。いきなりってかさ、携帯に直接かけてくんの。実はな、ボランティア活動があるんだが、お前出てみないか。お前は真面目だからな。どうしよう、まあ、ちょっと参加してみようか。わかりました、参加してみます。よし、お前ならそう言うと思っていたぞ。明日、中央公園で行われるからな。中央公園って。明日ですか、急な話ですね。うん、俺だからな。中央公園のゴミ拾いだ。思う存分綺麗にしてこい。じゃあな。まあ、今日も中央公園は行ったんだけどね。ボランティア活動か、頑張ってみよう。お、よく来た。先生ジャージできたのか。まあ仕事とはいえ。こんにちは、君も来たんだね。てかさ、ボランティア活動ってさ、制服とかで来ないといけないの？先生に誘われたんだ、星川さんも。うん、こういうのってできるだけ参加してるから。
意外でしょ。別に意外じゃないよ全然意外じゃないえ、そうかな。だって日頃からメモリ合うのもそこまでだ。お前は俺と一緒に来い。何先生、俺は星川さんと話していたいのに。ああそんな、星川さんまた後で。先生も昔やんちゃしてた時期があってな。あった、お前にはいらん心配だな。はあゴミ拾いは嫌じゃないけど、先生のそばつらいな。よし今日はここまでだ。やんちゃしないで帰れよ。はあ、まっすぐ帰るか。公園が綺麗になったのは良かったけど、先生と一緒だったのはきつかったな。確かにこういうのはね、誰と作業をするかが重要ですからね。3月30日。もう1週間やって、2年生になったらちょっと、一回切りますか。結構体調が減ってるし、バイオリズムもあんまりなんで、春休みは寝て過ごしますか。お、お小遣いか。はい、今月のお小遣い。サンキュー、23リッチ。成績上がったから額もちょっと上げておいたって。よかったじゃない。よしよしよし、いいね。いけない、もうこんな時間。それじゃあ私行くね。うん、部活の準備をいろいろとね。まあ確かにね、新入生とかがね入ってくるから、そういった準備も必要ですよね。まあ新入生歓迎会みたいな。で、4月の4、入学式というか、始業式か。始業式は明日からなんで、じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。ちょっとね、龍光寺さんとさつき先輩がなかなか誘えなくて、ちょっと2年生になってからのね、デートの予定が入ってないのがね、まあかなり、きつい状態ではありますけれども、じゃあ、次回は2年生、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。